モンハンワイルズに最適な PC を賢く選ぶ方法を解説します。11月1日からついに待ちに待った PC 版でのモンハンワイルズをベータテスト版という形で遊べるんです。でもゲーミング PC の選び方がわからないとか、どれくらいスペックが必要なのか不安だっていう方も多いんじゃないでしょうか。特にワイルズはかなりスペックの要求が高いので、性能が不十分だと映像がカクついたり、ロードがすんごい長かったり、大事な場面でフリーズしたりと、せっかくの狩りが台無しになります。しかも PC のパーツがどれが大事か分かってないと、必要ない部分にお金をかけすぎて肝心なパーツが不足しちゃうんです。でも大丈夫です。今回の動画ではワイルズを快適にプレイするために BTO ゲーミング PC の選び方を徹底解説するので、あなたのプレイスタイルに最適な PC スペックが分かり、無駄なく賢く PC を選べるようになります。高 FPS なら動きが滑らかになるので回避や攻撃のタイミングがつかみやすいですし、高画質ならワイルズの美しい風景やモンスターの鱗の質感なども鮮明に見えるので、より深くワイルズの世界に没入できますよ。私ならでもこれまでワールドからサンブレイクまでゲーミング PC で遊んできたんですが、この方法で選んだゲーミング PC のおかげで狩猟生活がむちゃくちゃ快適になりました。ちなみに私は普段モンハンのお役立ち動画を投稿しているので、よかったらもう一本見ていってください。それでは今回はPC を選ぶ上で重要な5つのパーツ、そして推奨する構成で、最後に BTO での買い方を解説します。BTO ってのはビルドトゥーオーダーの略で受注生産ですね。まあ私たちのニーズに合わせてパソコンの構成を指定して組み立ててもらうっていう方式ですね。それでは早速本題いきましょう。まずこちらがモンハンワイルズをスチーム版、つまり PC のことですね。で、遊ぶ上での最低スペックと推奨スペックです。ただこんなスペック表見せられてもようわからんわっていう方も多いですよね。というわけで、まずは PC を選ぶ際の重要な5つのパーツについて解説します。まあ、それは CPU、GPU、メモリ、ストレージ、電源の5つです。この5つをしっかり押さえておけば、ワイルズを思う存分楽しめる PC を無駄なく選べます。皆さんだったらもうすぐに理解できますよ。だって、要はモンハンの装備組むのと容量は同じですからね。ヘラチョコな GPU でゲームするのって、改装備へマスターランク帯のモンスター狩るようなもんですからね。まずは1つ目、CPU です。ワイルズの場合はプロセッサーって書かれてますね。CPU は PC 全体の動作に影響を与える頭脳のような存在です。ワイルズのようなアクションゲームでは多くのデータをリアルタイムで処理する必要があるので、CPU の性能が足りないとマップのロードやキャラクターの動きが遅れる原因になります。まあ、そこで重要な選ぶべきポイントは、この CPU のグレードについてですね。ゲーミング PC だと、まあ、ミドル、ハイエンド、トップグレードの3つから選ぶといいです。CPU はインテル社と AMD 社の2強になっていて、まあ、インテルの場合は Core i5、i7、i9 の順に続き、AMD の場合は Ryzen 5、7、9の順に続きます。まあ、厳密に言うと各社個性あるんですが、まあ、どっちの会社の CPU でもいいと思います。世界的にはインテルの方がシェアは7割以上占めてます。まあ、インテルを選ぶんだったら Core i5、AMD なら Ryzen 5が推奨ラインですが、まあ、4K60fps 以上で遊びたいっていう方は Core i7 もしくは Ryzen 7以上を選択するといいです。まあ、あとはお金を惜しまないなら新しい世代を選んだ方がいいですね。技術の進化は日進月歩ですからね。インテルだと最新はウルトラシリーズですね。その1世代前が14世代で14000番台です。次に2つ目 GPU です。皆さんも聞いたことあるんじゃないですか。ワイルズの場合はグラフィックカードって書かれてますね。もうこれが一番大事です。この GPU 選びさえミスらなければワイルズを快適に遊べると言っても過言ではないです。ゲーミング PC 詳しい方はこの GPU の名前と型番聞いただけでスペックがある程度推測できるぐらいですからね。まあ、GPU ってのは映像を描画する心臓部分で、ゲームの見た目と動作の滑らかさに直接関係します。特にワイルズのような美しいグラフィックとリアルな環境描写を持つゲームでは GPU がしっかりしているのは必須です。まあ、ちなみによくグラボやグラフィックボードって言ったりしますが、 GPU は半導体チップそのものですね。まあ、NVIDIA 社の場合だったら RTX4060 とか、 AMD 社だったら Radeon RX6700XT とかですね。ちなみに NVIDIA の世界シェア率は8割強と圧倒的です。で、この GPU を搭載した拡張カードがグラフィックボードになります。この GPU の他に冷却ファンとか出力端子とか電源管理ユニットとかも込み込みで入ってます。 ASUS とか MSI とか Gigabyte さんとか各種グラボメーカーが売ってますね。グラボ選びで大事なのは3つあって、まずは性能ですね。
フル HD で 60fps 以上でプレイを基準にするんだったら、 NVIDIA 社だったら RTX4061 以上が一つの目安です。まあ、4K の高設定で遊ぶ場合は RTX4070 とか4080がおすすめです。この後ろの70とか80とか、この後ろの2桁が高い方が GPU の性能は基本的に高くなります。これらのモデルならワイルズの細部まで鮮明に映し出してフレームレートも安定します。次に VRAM、 ビデオメモリの容量ですね。 VRAM の容量も非常に重要で、推奨は 8GB 以上、理想的には 12GB、 16GB ですかね。まあ、VRAM が不足するとデスクチャのロードが遅れて映像が不安定になったり、グラフィックの質が落ちてしまう可能性があります。特に RTX4080 とか RX7900XTX のように大容量の VRAM を持つモデルなら、重いゲーム設定でも余裕を持ってプレイできますね。で、次は将来の拡張性ですかね。 GPU は、まあ、PC の中でもアップグレードしやすいパーツで、まあ、単品で買って差し替えも可能なんですが、まあ、せっかく購入するんだったら、まあ、将来のゲームにも対応できるスペックにしといた方がいいと思います。まあ、RTX で4070ぐらいを積んどけば、まあ、次の数年間の間も最新のゲームを楽しめるスペックを確保できると思います。また NVIDIA の4000番台シリーズ、今でいう最新ですね、1世代前が3000番シリーズです。この4000番台には DLSS3 っていうフレーム生成機能があって、画面を維持しつつフレームレートを向上させる機能があるので、高画質ヌルヌルプレイをバッチリサポートしてくれます。次に3つ目、メモリ、ラムとも言われますね。メモリは PC の一時記憶装置です。電源が落ちたら消えるデータですね。 CPU や GPU が素早くデータを処理するための補助役を果たします。メモリが不足したらゲームがカクカクになったり動作が不安定になることがあります。大事なのは3つあって、まず容量ですね。まあ、最低限 16GB のメモリが必要で、余裕を持ってプレイしたいんだったら 32GB が理想ですね。ワイルズのように広大なマップやリアルな敵の挙動を全てメモリに展開するので、大容量であればあるほど安定した動作が期待できます。次にメモリの種類と速度なんですが、まあ、現在主流なのは DDR4 メモリってやつで、まあ、3200MHz 以上の速度が推奨されます。まあ、特に映像の切り替えやロードが速くなるため、まあ、3600MHz の DDR4 や場合によっては DDR5 も検討してみてください。3つ目はデュアルチャンネル対応ですが、メモリスロットに2枚以上搭載することで処理性能が向上します。まあ、デュアルチャンネル構成で合計 16GB や 32GB を選ぶと、より快適なゲーム体験が得れますね。次に4つ目、ストレージです。ストレージはデータの保存場所ですね。ワイルズもここに保存することになります。読み込みスピードが PC 全体のパフォーマンスに影響します。ワイルズのようなゲームではロード時間が長いとテンポが崩れるので、ここも重要なポイントです。ここで大事なのは容量と、そして SSD を選ぶことですね。容量は最低でも 500GB、 理想的には 1TB あると安心ですね。ハードディスクより SSD の方がロード爆速なので、ぜひ SSD を選びましょうね。まあ、動画とか配信とかもやるぜっていう方は、何かと容量が必要になってくるので、まあ、動画とか保存しますからね。まあ、セカンドストレージとしてハードディスクも、まあ、2TB ぐらいあるといいかと思います。最後5つ目、電源です。電源は PC パーツ全体に電力を供給するため非常に重要な役割を持ってます。電力不足になるとゲームのパフォーマンスが安定しなくなるだけじゃなくて、最悪の場合 PC が突然シャットダウンするリスクもあるんです。なので意外と大事なんですよ。大事なのは2つあって、まずは出力ですね。推奨は 750W 以上ですね。まあ、特にアップグレードを考えているんであれば 850W から 1000W の余裕のある電源を選ぶのが理想的ですね。次に80プラス認証についてなんですが、まあ、効率のいい電源を選ぶと電気代も抑えられるだけじゃなくて安定性も向上します。電気効率を示す指標として80プラスゴールドとか80プラスプレミアムってのがあるんですが、ゴールド以上だと消費電力が抑えられて部品が長持ちしやすいです。はい、これで皆さんパーツのことはバッチリですよね。次に早速推奨構成を紹介していきます。まずフル HD で 60fps 以上でやりたいぜっていう方のための構成です。フル HD でやるか、その4倍きめ細かい解像度の 4K でやるかで求められるパソコンのスペックも値段も大きく変わります。はい、これが推奨構成ですね。だいたい12万から20万ぐらいかかると思います。ワイルズの公式でアナウンスされている推奨構成を満たすように組んでみました。ポイントとしては、できるだけコストを抑えるために必要ないのは削ってます。CPU も4世代くらい前のものです。次に 4K60fps 以上の超高画質でヌルヌル遊びたいゲーマー向けの構成です。公式から 4K 環境で遊べる設定は通知されてないので、私の予想だと思ってください。似たようなゲームとかチャット GPT を活用して予想してみました。まあ、CPU はハイエンド向けを用意して、 GPU も RTX4080 を積んでます。4090が現状の最強グラボで、その次に性能の高いグラボなんですよね。これはお値段は30万から40万は覚悟してください。まあ、一気に値段倍ぐらいになりましたが、これもうほとんどがグラボ代なんですよね。 RTX4060 は4万円から買えるんですが、 RTX4080 はなんと15万円から
からなんです。で、俺は最強スペックの PC が買いたいんだって方はまだ待った方がいいですね。2025年の初頭に RTX 5000番台っていう次の世代の GPU で5090とか5080が出るんじゃないかっていう噂があるので、それを買った方がいいですね。まあワイルズは FPS ゲーじゃないので、そこまで性能を求める方は稀だと思いますけどね。さて、次はお待ちかね。最後に BTO でのゲーミング PC の買い方を説明します。いろいろパーツとか推奨構成で分かったけど、肝心な買い方分かんないよって方も多いと思います。BTO メーカーはね、いろいろあるんですが、まあ有名どころで言うと、本当にいっぱいあるんですが、まあドスパラとかパソコン工房とかフロンティアとか、そのあたりですかね。まあここはお好みで OK です。いろいろ比べてみてください。値段だけ見るとフロンティアさんの方が安いですが、まあ、ドスパラさんは各種製品種類も豊富でサポートも充実ですが、若干高めです。まあ、個人的にはとりあえず価格を抑えたいよって方はフロンティアさんでいいかと思いますが、まあ、いろいろパーツしっかり吟味したい方はドスパラとかパソコン工房さんも見てみましょう。まあとりあえず3社相密取ればいいと思いますけどね。あとは無駄にあれこれオプションつけなくていいですよ。どうしてもね、心配でつけすぎちゃう人いるんですが、それかぶられてますよ。会心率 150% の装備で狩りとか行かないですよね。それと一緒です。じゃあまずは推奨設定をドスパラさんで買ってみましょうか。まずはドスパラスペース BTO で検索します。次に BTO パソコンをクリックします。でゲーミング PC をクリックしましょう。まあ、特に理由がなければデスクトップ一択です。ゲーミング PC って熱がすごいことになるので、ノート PC だと構造上どうしても熱が溜まりやすいんですよね。で、次は RTX 4060搭載のゲーミング PC をクリックしてみましょう。こちらですね。で、狙ってる CPU のインテルコアが i5 ですよね。で、ここで絞り込みをして RTX 4060で、次にメモリは 16GB ですよね。で、これでチェックして絞り込むと、こうやって出てきますね。で、500GB のね、SSD を積んでる構成がなかったので、まあ、1TB のものに近いやつがあったので、詳細見るをクリックしてみましょうか。まあ、ここから、まあ、さらに、細かくカスタマイズしていきますが、まあ、ほぼやることないです。まあ、OS はそのままですね。で、Office も必要な人を入れてもらって、まあ、リカバリーメディアも自前で用意できます。セキュリティソフトもね、いらないですね。まあ、Windows ってすごいんですよ。次に CPU ファンです。まあ、デフォルトだと空冷になってますが、まあ、ここはお金出せるんであれば、水冷の方がいいですね。まあ、熱が逃がしやすいですから。まあ、ただ、まあ、フル HD で 60fps ぐらいで遊ぶっていうんだったら、まあ、空冷でもいいかと思います。CPU グリースは塗った方がいいですね。冷却性能、耐久性、オーバーヒートの確率が下がりますからね。まあ、あとは変えないでいいので、まあ、次に進むでいきましょう。まあ、最後は保証ですね。この価格であれば悩むところですが、気になる方は月額980円の保証入りましょう。3年間サービスがあります。まあ、私だったら総額が35万くらい超えないと入らないですかね。まあ、ちなみに私サンブレイクやってる時に真夏で一生ゲームと動画編集をした時期があってですね。まあ、その時にグラボが熱で壊れたのでヘビーユーザー要注意ですね。保証入ってなかったら修理費で20万くらいは軽く言ってましたね。で、他のサービスは全部不要にすると、まあ、総額は141,680円でしたね。さて次は 4K60fps の最高設定構成の PC をフロンティアさんで買ってみましょうか。まずはフロンティアのサイト入っていきたいんですが、セール品を見てみましょうか。31周年ってそんなに祝うようなタイミングなんですかね。なんかね、フロンティアっていつもセールやってるイメージあるんですよね。で、まあ残念ながら、まあ探してる RTX 4080ってやつはないんですが、それに近しい RTX 4070 Ti スーパーは30万円くらいで買えるので、まあ、妥協してこういうセール品を買うってのもありですね。ではなかったのでゲームデスクトップをクリックしましょう。で、次はですね、上級者向けゲーミング PC を選びましょうか。で、こう見ていくんですが、RTX のね、4080ってのがなかったので、まあ、一番近いこの RTX 4080スーパーっていう、まあ、少し上のモデルを見ていきましょうか。で、購入手続きへ進むでクリックすると、またここでドスパラさんの時と一緒で、まあ、構成いじれますね。まあ、ほぼ変えることないんですが、やっぱ CPU クーラーですね、ここ気になりますね。まあ、デフォルトだと空冷になってるんですが、このレベルのグラボ積んでると空冷はさすがに熱が気になるので、水冷に変えます。で、グリスも塗りましょうか。まあ、他はね、メモリーも 32GB 積んでて、ストレージも 2TB もあってね。で、グラボも4080積んでて、電源も 1000W で 80+ ゴールなので、変えなくて OK ですね。はい。ここでマウスとか色々選べるんですが、まあ、PC だけ買うんだったらいらないですね。はい。というわけで、まあ、価格は約39万円でした。この価格台だったらグラボとか故障するだけで何十万円コースなので、個人的にはこの3年保証がおすすめですね。まあ、そうすると価格は43万円になります。めっちゃ高いんですが、まあ、ワイルズもね、
それまた次のおそらく出るであろうマスターランク版も最高画質でぬるぬる遊びますよ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ちなみにね、私が使ってる PC はこちらになります。 4K で高 FPS で遊びたいんだけどこの値段を聞いてさすがに払えんわと思った方はPS5 Pro も検討するといいですね。まあ、今回紹介した推奨設定 PC と最高設定 PC の間くらいの性能は出るんじゃないかと予想してます。それでは皆さんと一緒に PC でモンハンワイルズのマルチをできる日を楽しみにしてます。今後も PC や PS5 でのワイルズのレビュー動画もガンガン上げていく予定です。携帯 PC ROG Ally X のレビューもする予定なので気になる方はチャンネル登録お願いします。では終わります。バイバーイ。